グリーンスポット伝のハーブガーデン紹介です。今日はスイートジョーパイの花の様子を紹介します。この夏の暑い時期になってくると綺麗な花を咲かせ始めます。2メートルを超える大きなハーブで、見ているだけで元気をもらえる、そんな株です。では今日はスイートジョーパイの花の様子を紹介します。これですね、この花だんだん咲いてきましたけどね、これで大方もうちょっとしたら満開になりますけどね。スイートジョーパイ、これこの前台風の風が来たんですけどね、全然倒れないですね。この葉っぱをこするとかすかにリンゴの皮の香りがしますけどね、丈夫な木です、植物ですよ。これで2メーター50ちょっとありますね。